ステファーヌ・エムビアイ・トゥンディは、カメルーン・ヤウンデ出身のサッカー選手。部下が足玉クラブ所属。ポジションはミッドフィールダー。弟のフランク・エトゥンディもサッカー選手であり、FC チューリッヒに所属している。初期母国のドゥアラにて、サミュエル・エトー、イドリス・カメに、エリック・ジェンバ・ジェンバラを輩出した、カジスポーツ・アカデミーでキャリアを始め、2003年7月1日に、 フランス一部のスタッドレンヌに入団した。2005から06シーズン中にトップチームへ昇格し、9月25日の RC ・ランス戦で先発フル出場でデビュー以降一定の出場機会を得て、2006年11月4日のオリンピックリヨン戦でリーグ戦初得点を記録。2007年4月18日のリヨン戦でミランバロシュから花をつまみながら、 もう一方の手で空気を仰ぐ動作をされ、レンヌ側は種差別的なジェスチャーと捉え、フランスプロサッカーリーグに訴えた。LFP は、バロシュに3試合の出場停止処分を言い渡したが、人種差別的なものではなかったと結論を下した。2008年8月8日にエムビア本人が、エバートン FC からオファーがあったと発言し、遺跡を視野に入れていたが、9月9日に契約を1年。 延長した。マルセイユ2008の09シーズン終了後に、ストークシティ FC とエバートンへ移籍の噂があったが、2009年7月13日に、オリンピックマルセイユへ4年契約で移籍。ディディエデシャン監督の下で当初は、本職の守備的 MF としてプレーしていたが、ガブリエルエーンセが負傷以降に CB へコンバートされた。本職でのプレーに関わるエムビアは、 たびたび不満を口にしていたが、スレイマンディアワラとコンビを組み安定したプレーを披露し、リーグ優勝に貢献した。QPR2012 年8月31日、長期ローンで、マルセイユに加入するジョイバートンとの交換トレードで、クイーンズパークレンジャーズ FC へ2年契約で移籍し、9月26日のフットボールリーグカップ、レディング FC 戦でデビューした。 10月27日、出場4試合目となったエミレイツスタジアムでのアーセナル FC 戦でトーマス・フェルメーレンと競う中でピッチに倒されると報復行為で同選手を蹴ったことで79分に退場処分となり、試合後に FA から3試合の出場停止が言い渡された。セビージャ QPR の降格に伴い、2013年8月26日、 セビージャ FC にレンタルでの移籍が決定。ヨーロッパリーグ準決勝セカンドレグのバレンシア戦では、後半ロスタイムに形勢を逆転させるアウェイゴールを奪い、チームに決勝進出をもたらした。その決勝でも PK 戦で二人目のキッカーとして成功し、優勝に貢献した。トラブゾンスポル2015年6月27日、トラブゾンスポルが 移籍金なしで3年契約で獲得を発表。エムビア自身には、セビージャ FC が契約延長の交渉をしていたほか、インテルナチオナールミラノや、プレミアリーグからオファーがあったと噂されていた。リーグ戦では、17試合で2ゴールを記録した。過北か夏2016年1月29日、中国サッカースーパーリーグの過北か夏、幸福属級クラブに移籍が決定。 河北か夏幸福は、同時期にハリ・サンジェルマンから、エセキエル・ラベッシエース・ローマからジェルビーニョ、セビージャから、ガエル・カクタを獲得していた。トゥールーズ2018年8月17日、リーグアンのトゥールーズ FC に移籍。武漢拓使か2019年2月3日、武漢拓使か足玉クラブに移籍。ユース時代は、フィンランドで行われた2003フィファ u ユマイナス17。 世界選手権にアレクサンドル・ソングラと共に出場し、グループリーグで敗退した。中国で行われた北京オリンピックで全4試合に出場し、ホンジュラス戦で1得点を挙げた。A 代表として2005年にデビューし、ガーナで行われたアフリカネーションズカップ2008、準々決勝のチュニジア戦で2得点を挙げた。南アフリカで行われた2010フィファワールドカップでは、 グループリーグ全試合に先発出場し、初戦の日本戦では、後半40分に、強烈なミドルシュートを放ったが、ポストに惹かれた。フランクへ当時、ビンクアデラクーペテスイス、ファロスインレーシズムローオーバーアンビア、バロスバンドフォーアンビアインシデントンビアクレイムス、エバートンインタレストンビア、エクステンズコントラクトアットレンウエム、ビアオンザムーブツーマルセイユエビーカメルーンの、 秘密兵器か爆弾か、マルセイユのエムビア上位バートンローンド2、マルセイユワズ QPR サインステファンビア、アーセナル1から 0QPR セビージャ、QPR カラムビアを獲得ゴール2013年8月27日、超ワールドサッカー2015年6月28日、T ワールド2016年1月29日カ,ンカタ、ここテフン、ボヒカ名部、タク、中長カ,ンカタ。 モーター2019年3月3日日,日やザプレイス 2B ありがとうございます。